1923年のコース1923年のルマン24時間レースは最初のルマン24時間レースであり、1923年5月26日から5月27日にかけてフランスのサルトサーキットで行われた。ポスター日程は天候が安定している時期が選ばれた。当時は照メーカーが乱立していた時代であり、 フランス国内だけで16ものメーカーが参加した。その他にはベルギーから1台、イギリスから1台参加したのみで、フランス国内イベントという印象であった。出場予定35台のうち出走したのは33台であった。あいにく雨が激しく降り続いた。当時のルールでは、いわゆるルマン式スタートではなく、グリッド式スタンディングスタートであった。 二人のドライバーが4時間ごとに交代する。燃料や水、オイルの補給、点検や修理など自動車に触れるのは二人のドライバーに限定されていた。唯一参加したイギリス車、ジョン・ダフ、フランク・クレモン組のベントレイ3リットル8号車は燃料タンクが壊れてガソリンが漏れたため優勝を逃したものの23時間を走破したあたりで当時のコースレコードとなる。 平均速度時速 107.328km を記録した。優勝したシェナールウォルカー9号車30台が完走した。優勝はアンドレラ・ガシェ・ルネレオナール組のシェナールウォルカー9号車で 2209.536km を平均時速 92.064km または平均時速 92.536km で走破した。 2位もシェナールオールカーの10号車。3位はビグナンの23号車。4位は24時間で 1933.344km を平均時速 80.556km で走ったベントレー3リットル8号車。ありがとうございます。